はい、皆様こんにちは。株式会社アトラスです。本日はですね、当社の新商品、こちら木製のキャビネットのご説明いたします。当社はですね、こちら、すみません、ポリエステル化粧合板を使っております。まあね、簡単に言いますと傷がつきにくいということですね。まあ他の、メーカー様は、失礼しました、プリント合板、こちらを使用しておりまして、まあ簡単に言うと、まあ傷がつきやすいということとなっております。あとね、当社は何と言いましても、おすすめがこちらアンカーを打ち付ける場所が、こちら、1箇所2箇所、あとこちらもですね、3箇所4箇所、ついております。またですね、転倒防止策といたしまして、こちら、カメラはちょっと分かりにくいかもしれないんですけども、斜めにカットしております。見えますかね。まあこちらですね、この斜めに切ることによってなかなか倒れませんので、ご安心してお買い上げください。またですね、運送の際の、トラブル防止のためにですね、傷がつかないためにこちら、ビニールをつけております。ビニール、まあね、実際に、ね、使用する際にはですね、こちら、まあ、ビニールを剥がして使ってくだされば本当綺麗ですので、お買い上げの方よろしくお願いいたします。以上です。